は中防神です。中防神、そういえばロボ界使えるらしいね。いや普通に負けちゃったんだけど。なんだっけ、ノーディスプレイさんだっけ。ノーディスプレイさんですね、わかります。中防神さんのロボ界に普通に負けてしまったんですけど。さあ、しかし今回はしっかりメインキャラのファーストで出場。さあ、ここから中防神の逆サンタリが始まるか。あー、ここはダッシュ 2K で追い返し、ドリルで返していく。ドリルが強い。バーストはガードできない。エングス追い返されて、ジャンディからのハセ、名前忘れただけなんですけど、ジャンケからタチケつなげて画面端追い込んでいく。さあ、ここは 2S しっかりしゃがまるからコンボ決めて、すげえ、昇竜から青キャン、立ち配を振ってしまったところに降りてきて、一本選手はキーショファースト。やはり強かった中防神。中央に逃げる、ここは青キャンコンボ、ダメージも高い。 2S でミサイル捕まえるが戻ってきた。レベル3、3NS に対してドリル合わせていく。さあ、レベル3なのでめくりガード、タライを打ち落とす。ジャンハイバースト対策コンボ、しっかり見せつけて、残るはスレイヤーかブリジット。さあ、真ん中勝ったのはソル岸川さんですね。さあ、お祭り騒ぎとなっていますが、負けてしまったのはネオエディ、中の人はうんって感じですね。ペンがないぜ。真ん中の台はどこだっけ、芋キシタカタクチームがネオ、ボレンタ君、ルカケ、カエデチームに勝利ということですね。さあ、1回戦で敗れてしまった緑色のホニャラさんですね。次どこ行こうかな。さあ、それでは真ん中の台で超モヤファースト、アイン会バタコザップチーム代表者、こちらの方まで来てください。バタコチーム代表者、こちらの方まで。対戦相手、先ほど勝ち上がりましたエンスレイヤーマルケンバイケン、全世界最強のポチョ使いの真似をする伊藤ポチョムキンチーム代表者、こちらの方まで。バタコ、この一番右の台が終わりましたら2台進行となりますので、バタコチーム来た。さあ、なんかこちら、円さんがと伊藤さん今向こうにいるんで、じゃんけんをして真ん中の台で一番右が終わったら、2台進行となりますので、準備したいがね。キーシャファーストが粘りを見せて、マッパチヒット、あれ、中防神が画面端バースト回避、愛を投げて、さあ、アダムスレイヤー、前回木曜大会優勝者のアダムスレイヤーですね。ここ投げ返し、投げしない、ここで下段出た、青木はもう出たか。あーんでだよ、まじ、もうこうすっきりしないですね。大きい攻めは中段崩れて、中防神から取り返したのはアダムスレイヤー、中防神からですよ。さあ、スーパースターはもう死んでいます。タシピーフェイントは許さない。 2K タッチハイハンマー連携、あれ、ドリル、ここはしゃがみぐらいいいダメージが入って、置き攻め、わー飛んだ、中防神が飛んじゃいました。しかし体力差ついてはいるものの、まだ油断はできないファースト側。今ちょっと危なかった、中段しっかり立っている。タッチ系で飛ばして距離を離すが、1点はついていない。
75% あれば死ぬんですけど、そんなの夢物語。エンエスがヒットして勝ったのはキーシャファースト、最初出てくるはニート、救急の順位なんたらニートですね。最終的に出てくるのはブリジット、真ん中今呼んだからバタコチーム真ん中の台で、さあ空中投げをヨーヨーでしばいて、キックサードヒット、ダメージを奪っているなブリジット。さあここは何に当たった、さあクマがフォロー、逃げ刻んでドリルは当たらず、ヨーヨー設置、 2S 足払い、さあここでドリキャンで崩してゴーイングマイウェイ、ジャンハイすかしてアイを投げてドリルキックでタッチピーつながって足払いから装填、逆三等でリーチをかけるのはキーショファースト、ジャンハイがヒット、これはいいダメージ、 2K3 ダメヒット、 2S バースト対策でもないんですけどバーストやっちゃいましたね。うわー終了です、お疲れ様でした。勝ったのはキーショファースト、逆三等でスーパースタン大喜び。仕方ないですね、はい、はいはいはい。スーボーシン美味しい美味しいでしたね、はいはい。さあほとんど1回戦が終了していないんだな、一つだけ残ってるのか、あ、いいのか。一番右側の台が終わりましたら2台シンクロとなります。それでは真ん中の台やってるんで、隣でヘブンコメダムツンデレディ秘月会場に対するはアキラ散歩町記念参加ザッパスラッシュはわしの黄金キアクセル、スラッシュはわしのチームいますね。ヘブンコチーム秘月会いるよ、じゃんけんして、佐藤じゃんけん、はい、早速始めようぜ。